2020年はネズミ年です総統府はこのほど総統の年賀カードのデザインを発表しましたこのカードは金色のネズミをモチーフにしたデザインとなっています金は財産を象徴しネズミは知恵を象徴しますみんなにとって豊かな年になることを願っています希少の色はサンゴの赤です台湾が一つの島国であることを象徴しています 金色のネズミ1、ネズミ2の4文字は台湾がトップになるようにとの中国語の掛け言葉ですまたカードを開くと手をつなぎ心を一つにして台湾を前進させようと書かれています蔡英文総統の2020年に対する期待です総統府公共事務室の張文蘭主任は台湾人が2020年に各分野で1位、2位の成績を上げるよう期待したものだと説明します一方陳建仁副総統の年賀カードは 花模様の鉄格子をモチーフにしたものでネズミと銅線で構成されておりネズミが富を運んでくるという意味が込められています鉄格子の中の銅のお金は心を一つにし手をつなぐことを象徴し来年国力がさらに高まることを願っています総統府は今回電子年賀カードも用意しました総統の電子年賀カードにはおめでたい灯籠が描かれ台湾山脈とともに台湾が前進する力を表し 来年より大きな成果と富がもたらされることを期待していますまた副相当のものは金属線で花模様の鉄格子を描いています画面には幸福路2020の重傷プレートが登場し台湾が来年幸せであることを願っています